はじめくん、そっち。わかっている。だが目に見えたからといって捕らえられるかは別の話だ。下手な言い訳してないで、もっと気合い入れて走ろうよ。な、何やってるんです、こんなところで。あ、何なんですかこの猫。もしかして沖田さんのですか。責任持って捕まえてください。僕のじゃないってば。捕まえたいのはこっちも山々。掃除、口論する暇があるならもっと気合を入れて走ってくれ。ああ、その辺を説明するとさ、すごく長くなるんだけど、いいか。じゃあ作戦会議しねえとな。この部屋借りるぜ。俺も作戦会議に賛成。のんびりしてる暇はねえし、手早く解決しねえとな。すまねえな、他の部屋はちょうど埋まってんだ。ここしか使えそうにねえんだよ。あ、佐野さんとか平助とか見てない？ちょっと探してるんだけど。作戦会議か、妙案だな。では俺たちも邪魔をしよう。お前も入れ。廊下に出てて他の大使どもに見つかったら面倒だろう。事の起こりは勝手場だ。昼は俺と佐野が当番だからよ。飯の準備してたんだが、そこに飛び込んできた奴が俺たちの努力を無にしやがった。勝手場はもう大惨事だ。勝手場の釜やら鍋やら全部ひっくり返しやがった。もちろん中身の飯までだ。じゃあ今日は昼飯抜きだ。こんな時何より怖いのは怒り狂う土方さんだよな。
食い物を無駄にすんじゃねえって全員正座で説教されんじゃねえ。ただのお説教で済めばいいけどね。手とか足とか刀とか出るんじゃない？この件は内密に済ますべきだ。副長が余計な辛労を感じないよう俺たちで内々に始末をつけよう。土方さんはまだ広間だな。近藤さんと三男さんと三人でなんか会議してるらしいぜ。いかにも重要みたいな会議で神経尖らせてる時に邪魔したらどうなるか想像もつかないよね。とにかく俺たちに手貸してくれねえか。急いで勝手場の後始末をして昼飯を作り直さなくちゃならねえ。もう俺たちだけじゃ無理なんだ。頼む、平大使どもに知られてこの騒ぎが大きくなっちまう前に何とか解決してんだ。勝手場も大変だけどさ、土方さんたちの方だってごまかさなきゃダメだろ。さっきのひどい物音でなんか変なことが起きてるって向こうも感づいたはずだし。それも大事だろうけど、まずはあの猫を捕まえないと、続けて被害が起きそうだよね。ああ、それぞれに役割を分担する必要があるな。ああ、通常時であればな。しかし想定外の事件が起きれば背に腹は変えられないだろう。今は猫の手も借りたい状況だ。あんたも俺たちと働いてくれ。ま、なるようになるだろう。そんなに心配すんなって。そう気負う必要はねえから適当に何か手伝ってくれよ。ああ、二次災害が起きては土方さんに面目が立たん。早急に捕まえるべきだ。あんたも手を貸してくれ。戦力としてはあんまり期待できそうにないけどね。鈍そうだし簡単に逃げ切られそう。意外とすばしっこいから捕まえるのは骨が折れると思う。とにかく外に出るぞ。まずは猫を探さねばならん。
あ、まるで気配が感じられん。隠れているわけでもなさそうだ。どこに行っちゃったのか探す必要がありそうだね。豚匠出てくれてるならすごく助かるんだけど。猫は豚匠を出たという確証がつかめるまで探索の手を緩めるべきではないと思うが。相変わらず硬いな。はじめくんって本当に真面目だね。どうしたの？何か変なこと思い出した？あんたの聞いた声とやらが有益な手がかりになる可能性は決して高くないと思うが、関係ないと決めつける前にまず真偽を確かめるべきだ。うん、鳴き声っていうのもどことなく事件の香りだしね。早速様子を見に行こうよ。あれ？ヤギ家の子じゃないか。どうして泣いてるのさ。せっかく捕まえてきたのに、猫逃げちゃって。豚所に猫を連れ込んだのはあんたの仕業だったのか。もう少し詳しい話を聞きたいところだが。ほら、はじめくんが睨むからだよ。責任取って泣き止ませないと。無茶を言うな。掃除こそ子供の相手は得意だろう。もう面倒だな。泣いてる子って嫌いなんだよね。掃除は黙っていろ。子供が怯えて話にならん。あれ？優しいんだね、はじめくん。泣き止むまで待つつもりなんだ。僕は勝手に探させてもらうよ。この子が何か知ってるとは思えないし、ただ待つのは時間の無駄だからね。掃除は放っておけ。したいようにさせるといい。
つまるところ、例の猫は前川家の方へ行ったのだな。うん。あ、他に手がかりもない。まだとどまっているといいが。ちなみに猫というものは高いところを好むらしい。屋根の上を警戒しながら移動すべきかもしれんな。勝った経験はない。ただ知識を持っているだけだ。おや、どこに行かれるのです？もしや、先ほどからの騒ぎと何か関係があるのですか？あ、豚所に猫が入り込んだ。副長らに余計な心配をかけぬよう、俺たちが対処に当たっている。なるほど。お疲れ様です。ですが、手分けしようにも、二人だけでは大変でしょう。もしよろしければ、お手伝いいたしますが。助かる。この件は早急に解決せねばならんからな。ええ、こちらこそ、よろしくお願いします。どうやらその猫は近くにいるようですね。ヤギ家に渡すわけにもいかんな。あの子供には猫の管理などできまい。となれば、豚所の外にでも話してやるのが一番だと思うが。確実に生き残れる保証は残念ながらありませんな。俺たちが気にすべきなのは猫の安否でなく新選組の平穏だ。騒ぎを起こした猫を飼うというのは無理がある。外に放すほかあるまい。哀れに思う気持ちは俺もわからないではないが、どうにもならんことだ。猫は俺が捨ててこよう。あんたは部屋に戻っていろ。
豚所に猫など不要だ。だからあんたは飼えない。頼むから出て行ってくれ。そう懐かれても俺が困る。おそらく豚所での生活はあんたが思うより厳しい。新選組の連中は俺を含め猫を可愛がる優しさなど持ち合わせていない。誤解のないよう断っておくが、俺に猫を飼うつもりはない。今も豚所に戻ってきた猫を追い払っていたところだ。いや、誤解だ。全然そんなことはない。別に嫌いなわけではないが、好きというわけでもない。まあ一般に愛玩動物として飼うものが多い理由は理解できる。まあな。騒ぎを起こされる前に再び捨ててくるしかあるまい。それも一理あるが、ならばどうしろというのだ。この件は他言無用だ。あんたの意見を採用する。